さあこれより攻守方向変わりまして第2クォーターに入ります。今度は広島ホークス画面左から右に向かう形の攻め手になります。先ほどのベアーズのパントの位置がよくクラブ、広島ホークスは自陣9ヤードの地点からのファーストダウン点となります。現在チェーンその測定用のチェーンにトラブルが発生しているため現在レフェリータイムアウトが取られています。しばらくお待ちください。しかしダニアン選手そしてアシュリング・クリストファー選手ともにケンブリッジ大学つまりアメリカの出身ではありませんがしかし相撲プレイヤーとしてのその強さを発揮することができるでしょうか。さあ広島ファーストダウン点ナイスランファーストダウン。しかしその裏を突くようにまず広島が見事なランプレーを決めます。ナニバック20番ハンドオフを受け左オフタクル付近をついて攻撃権更新ファーストダウン。キャリアとなりました20番は玉山京都教育大学出身。さあ広島攻め手を緩めません。まず自陣21ヤードの地点に前進しファーストダウン点としています。しかしこのパスは不成功。クォーターバック3番タイトエンド99番へのパスでしたがこれはベアーズのディフェンス集まりよくパス不成功に終わっています。投じましたクォーターバックは変わりまして3番の山口となっています。山口はアジア大学出身のチームのバイスキャプテンを務めるプレイヤーです。ターゲット99番は富永でした。広島大学出身。さあ広島ホークス自陣21ヤードからセカンドダウン点。今度はパスが決まります。クォーターバック3番今度はターゲット1番に変えましてこのパス1番が倒れ込みながらキャッチ約9ヤードのゲインとしています。投じましたクォーターバックは山口アジア大学出身取りましたワイドレシーバー1番は1位神戸大学出身。広島自陣30ヤードからサードダウン残り1ヤード攻撃権更新の残り1ヤードを果たしてどのように攻めるでしょうか。キャリアに託します。中央でランプレーそして突破ナイスランファーストこの1ヤードを託されましたのはランニングバック20番でした。そして相手ディフェンスの隙間を縫うように右にオープンに展開し攻撃権更新ファーストラン見事なランプレー決めましたのは広島ホークス20番玉山京都教育大学出身。広島順調な攻撃を続けます。ボールオン自陣45ヤードの地点からのファーストダウン点パス成功タッチダウン。ここでクォーターバック3番一気にロングパスを投じました。託されましたサイドライン際を走っていたワイドレシーバー10番見事にキャッチそのままキャッチアンドランしエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。広島6点獲得見事なパスキャッチ決めましたのは広島ホークス10番の佐伯関西大学出身のルーキープレイヤーでした。そしてトライフォーポイントをキックで読みます。キッカーの9番は酒井島根大学出身。キック成功1点追加。広島ホークス14点クラブベアーズ0点。広島ここでタッチダウンを重ねてそのリードを広げました。さあ好調な攻撃続けます広島ホークスこのままリードを広げることになるのでしょうか。
クラブヤーズ反撃となるこのキックオフリターンに期待します。なお、フィールド上かなりの風が出てまいりました。台風14号の影響が徐々にこの試合の中でも大きく影響を与えようとしています。さあ、広島この状況でキックオフします。キッカーは9番の酒井、ベアーズリターナーは82番の寺崎が務めています。さあ、ベアーズリターン、寺崎粘りまして自陣30ヤードを超えた地点での攻撃権確保となりました。さあ、立ち合う2本を奪われた形になっています。クラブベアーズ反撃なるでしょうか。ボールオン自陣33ヤードからファーストダウン10。広島ナイスディフェンス、失礼しました。クォーターバックが持っていました。見事なフェイクプレーでした。クォーターバック3番ハンドオフフェイから自らキープ、右オープン駆け上がりまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、カメラが振られてしまいまして失礼しました。見事なランプレー決めましたのはクラブベアーズクォーターバック3番の吉田、甲南大学出身。さあ、攻撃権更新になりました。クラブベアーズボールオン自陣45ヤードからのファーストダウンテン、今度は託しましての中央へのランプレー、しかしこれは広島ディフェンス集まりよく、原因はほとんどありません。1ヤードの原因にとどまりセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウンない、ボールオン自陣45ヤードの状況です。パス不成功、ここでクォーターバック3番はパスを投じましたが、これを広島99番がパスカット、見事なパスリフレクトでパス不成功としました。素晴らしいパスディフェンスを見せましたのは広島ホークス99番の富永、広島大学出身。広島自陣45ヤードからサードダウン内、ここでリバースプレーを展開します。タイトエンド92番、ハンドオフを受け逆方向にカウンターを決めるように右オープンを狙おうとしましたが、しかしこれは広島ディフェンス陣アジャストしており、ゲインは1ヤードにとどめています。託されましたタイトエンド92番は山中、京都大学出身でした。クラブベアーズ結果的にフォースダウン8の状況をパントフォーメーションを選択します。このパントコントロールよく広島陣15ヤード付近を超えたところでの攻守交代となりました。さあ、攻撃権を取り戻しました広島、自陣13ヤードからどのような攻撃をするでしょうか。広島ファーストダウンテン、
広島ランニング枠21番に託しました。これを受けました21番見事にディフェンスの隙間を縫うように走り抜け、そのまま大きく独走ビッグゲインとしました。広島ファーストダウン、見事なランプレー決めました。広島の21番は岩田、立教大学出身の選手です。さあ広島相手陣27ヤードの地点に入りました。ファーストダウン10に入ります。再び中央のランプレー粘ります。ナイスダウン、ファーストダウン。今度はキャリア変わりまして、キャリア20番が託され、相手タックル浴びながらセカンドエフォートで攻撃権更新です。ナイスダウン、ファーストダウン。広島の20番は玉山、京都教育大学出身のプレーヤーです。さあ広島相手陣19ヤードの地点から14ヤードの地点からのファーストダウン点、しかしここでホイッスル。第1クォーターウォータータイムアウト、ここでウォーターブレイクに入ります。広島この状況、天候悪い中、しかしランプレーで相手を圧倒し、さらにパスプレーも効果的に決めつつ試合を優位に展開しています。現在試合は広島ホークス14点、クラブベアーズ0点という状況です。広島さらにその加点を狙わんと相手陣14ヤード地点に攻め入りました。このウォーターブレイクは果たしてどのように生かすでしょうか。逆にクラブベアーズ、この攻撃を止めないと3タッチダウン差となり、かなり苦しい状況になります。試合をなんとか逆転できる状況に持ち込むため、ここを踏ん張りどころとしたいところです。さあウォーターブレイク解けまして、試合再開となります。ボールオンの開始点、誤りがありましたが、ボールオン相手陣15ヤードの地点からの広島ファーストダウン点の状況で試合再開です。広島これをワンプレーで決めました。ワイドレシーバーに入っていたキャリア39番に託し、左オープンへのスイープレー、相手ディフェンスをまくるように39番そのまま左オープン駆け上がりエンドゾーンに入ってタッチダウン。広島6点獲得、見事なラン決めましたのは広島ホークス39番、本日キッキングでも絶好調でありました竹内、関西大学のプレーヤーでした。そしてこのキックも決まりまして、広島ホークス1点追加、広島ホークス21点、クラブベアーズ0点、広島3タッチダウンのリードを奪いました。さあこのリードをそのままさらに生かす形になっていくでしょうか、広島ホークス。そしてこの残り時間4分52秒を生かし、反撃のきっかけを作ることができるでしょうか、クラブウェアーズ。試合は広島ホークス9番酒井のキックオフで試合再開となります。
さあベアーズリターン入ります。このリターンによりクラブベアーズ自陣30ヤード付近からの攻撃と変わります。クラブベアーズ自陣30ヤードからファーストダウン10。さあ中央でのプレー、しかしこれは広島ナイスディフェンス。広島ディフェンスフロント陣が見事に踏ん張り、キャリア36番のランプレーをほとんどゲインなしで止めました。見事中央でその共闘歩となり封じましたのはディフェンスライン94番の斉藤、法政大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン9、ボールオン自陣31ヤード。さあ再び中央でランプレーで突破を図ります。しかしこれも広島ディフェンス集まりよく、ゲインはわずか1ヤードに留めました。ベアーズが突破したい中央の展開を、しかし広島ホークス51番の酒井、74番の太田が見事に踏ん張っており、そのランプレー展開させません。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィール上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。13番、ゴヤードのペナルティ、セカンドダウンを出します。先ほどの反則はディフェンスの反則でした。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入してしまいました。5ヤードの抜体となります。したがってクラブベアーズ5ヤード前進し、セカンダウンのやり直しというか、セカンダウンのやり直しという形になりました。プレーの展開に戸惑っていたクラブベアーズ、この反則による好機を生かすことができるでしょうか。クラブベアーズセカンドダウン4。さあパスは通りましたが、広島ナイスディフェンス。ここでクラブベアーズは横のレシーバーにヒッチパス、素早い横パスを投じ、ここからのキャッチアンドランを図りました。託されましたのはワイドレシーバー82番の寺崎、大阪体育大学出身。しかしこれも広島ディフェンス集まりよく、ほとんどゲイン、むしろ6ヤードロスとしました。クラブベアーズサードダウン10の攻撃に入ります。ボールオン自陣30ヤード。さあそれをランプレーによる突破で測りましたが、しかし広島のディフェンス集まりよく、ゲインは4ヤードにとどまっています。攻撃権はフォースダウンと変わります。クラブベアーズフォースダウン6、パントフォーメーションを選択しました。さあ広島これをリターン試みるが、しかしこれはベアーズディフェンス、そのカバーがよく、リターンは30ヤード付近までさせることができませんでした。この位置での攻守交代となります。攻守変わりまして、広島自陣27ヤードの地点からファーストダウン10に入ります。前半残り時間は2分10秒となっています。この時間のうちに得点を挙げない場合にはタイムアウト、ポジショニングはリセットされ無効となります。広島この残り時間を生かして攻撃に入るでしょうか。
パスでゴー、パスだ。クォーターバック18番、ワイドレシーバー10番にパス、これを10番飛びついてキャッチし攻撃権更新、ファースター広島自陣45ヤードからファーストダウン点、前半残り時間2分を切りました。ナイスラン、ファースラン、広島ランニングバックに託しました。キャリア21番ハンドオフを受け、左を2袋をついて攻撃権更新、ファースラン。さあしかしダンプレーでの更新、中でボールを持った選手が倒れると時計は回り続けます。試合時間前半残り1分30秒を切っております。広島相手陣入りまして、相手陣44ヤードからファーストダウン点、しかし広島ここであえてランプレー、そして右オープン展開、抜けます、タッチダウン。なんと広島この長い距離をランプレーで突破しました。託されたキャリア20番右オープンに展開、そのまま相手ディフェンス振り切り、エンドゾーンまで駆け込んでタッチダウン。広島ホークス6点獲得。鮮やかなランプレーを決めましたのはキャリア20番の玉山、京都教育大学出身のプレーヤーでした。そして広島トライフォーポイント、このキックはブロック、タッチダウンの後のトライフォーポイントのキックは防ぎました。しかし広島ホークス6点追加とし、広島ホークス27点、クラブベアーズ0点、広島さらにリードを広げております。さあ残り時間前半は1分4秒となっていますが、広島キックオフします。この残り時間をクラブベアーズ活かせるでしょうか。さあ残り時間の1分内の攻防を注目しましょう。広島ホークスキックオフ、さあクラブベアーズリターン、広島ナイスカバー、手先のリターンを広島13番と66番が見事にタックルし防ぎました。鮮やかなカバーを見せましたのは13番の上田、島根大学出身、66番の末光、佐賀大学出身。クラブベアーズ自陣23ヤードの地点からのファーストダウン点に入ります。試合時間前半残り58秒、さあランプレーによる突破を図ります。キャリアは45番の川端、しかしそのゲインは2ヤードにとどまっています。クラブウェアーズセカンドダウン8、さあランプレーを重ねました。同じくキャリアは45番の川端でした。ゲイン約3ヤードとなっています。
3対2前半終了です。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、広島ホークス27点、クラブベアーズ0点、広島4タッチダウンのリードとなって大きく前進、大きくリードを保った形によりハーフタイムに入ります。